はい、パラダイスステークスハンデチェックということで見ていきたいと思います。秘密ケチフェガム総帥ハッチーでございます。まあ、このレースね、まあ、一応ハンデ戦、まあ、そして、登録馬の中でハンデの変更等があった馬なんていうふうにね、僕が呼んでいるこの、まあ、ハンデをね、チェックしなきゃいけない馬が8頭いるんでね、これを全部見ておきたいと思います。まずはオールパルフェ、まあ、一応ね、重賞勝ち馬、3歳のボバの重賞勝ち馬ってことで、まあ、世代限定の重賞だと筋量は基本的に57キロに対して、まあ、3歳6月1400メートル戦なんで3キロ減、まあ、今年からね、1400メートルより短い距離のレース、1400もしくはそれより短い距離のレースの筋量規定が若干変わりまして、ハンデのね、減り方というか、コバのボバと、あれ、3歳馬の筋量の差の減り方が1ヶ月早まったんですね。まあ、その分3キロ減ということで、まあ正直そうだよね、3歳6月の、まあ、コバのオープン戦2戦4のレースは3歳馬が席巻してしまうということが多すぎる、あまりにも多すぎたんで筋量規定が変わったんですね。まあ、なので3歳3キロ減で、まあ、54キロ、まあ、そのまんまの規定通りのハンデとなっていますが、まあ、昨年対比で言えば全体的に筋量1キロ減、さらに今年からのルール変更で3歳ボバ1キロ増、全体1キロ増、まあ、去年までだったら52キロで出られたはずがみたいなところでね、まあ、少し損をしているかなという気はします。まあ、そしてカルリーノ、前々走49戦目ハンデ戦の経験量、まあ、なおかつ15番人気での勝利ってことで、まあ、とはいえ2キロ減っていうのは実質準オープンそのまんまのハンデですね。まあ、もう高齢でね、キャリアも積んできてのようやくのオープン入りだけに、まあそうですね、これから先もハンデ戦だけ使ってって地味にね、着拾いぐらいだったらできてくれないとね、まあ困るんじゃないかなっていう意味では、この筋量で良かったんじゃないかなというふうには思います。まあ、そしてグラスミアラビ、想定53キロ牝馬ですね、3走前16戦目でのオープン入り、まあ、時計もね、水準よりやや下ですし、まあ、オープン入り後の実績、まあ、53キロ据え置きが妥当だと思います。まあ、そしてコムストックロード、前走の安土城ステークスハンデ戦54キロでしたが、まあ、金走不振ということでの1キロ減、まあ、この取り扱い、まあ、コムストックロードもね、去年良かっただけに、まあ、ここで1キロ減ったぞっていうのは、まあ、馬券的には狙うべきタイミングの可能性はあると思います。まあ、そしてですね、サーマルウィンド、まあ、前走8戦目でのオープン入り、まあ、連勝で時計も優秀でしたのでね、まあ、1キロ増54キロ、まあ、牝馬の54キロは妥当な筋量だと思います。まあ、そしてペーシャフェスタは前走23戦目でのオープン入り、まあ、15番人気ってね、人気薄だったりしたこともあって、1キロ減でもあり得るのかなと思ったんですが、53キロ据え置きとなっています。まあ、そしてホーノーサイド、ボバですね、前走13戦目のオープン入りとなっています。まあ、時計はね、水準に届いてないんで、まあ、妥当な筋量だと思います。そしてレイモンド・バローズ、5走前10戦目でのオープン入り、まあ、前走ね、G2 5着もありますし、1キロ増っていうのは妥当な言える範囲だと思います。まあ、なのでね、コムストックロードが筋量1キロ減ってて、まあ高走パターン、どうしてもね、牝馬で特にね、3歳夏に結果を出してしまったことで筋量が増えたパターンっていうのは、まあ、その後筋量が増えて苦しむ、まあ、それがね、減ったタイミングっていうのは狙い時というのがあるんでね、まあ今回はそこら辺の検討から入りたいと思います。まあ、というわけで、まあ、メインチャンネルフェガム TV の方では宝塚記念の予想をアップしております。まあ、こちらではね、その他諸々という形でね、あらかたやっていきますんで、合わせてチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。